マルクス・アエミリウス・スカウルスは、紀元前115年の執政官であり、共和制ローマにおいて、最も有能で有力な政治家の一人とされている。彼のうなずきは、ほぼ全世界を支配していたとも言われている。スカウルスの属するアエミリウス氏族は、古代の歴史家によると、ローマで最も古い家系とされている。最古の17農村トリブスの一つが、 この種族名を冠している。その祖先はピタゴラス、あるいは、第二代ローマ王ヌマポンピリウスともされる。プルタルコスが引用している一説では、アイネーアースとラウィーニアの間の娘が、アエミリアで、初代ローマ王ロームルスを生んだとしている。種族からは、紀元前484年のルキウス・アエミリウス、マメルクス以来、多くの失政感が出ている。 スカウルスは、足に変形があることを意味している。スカウルス家では、紀元前190年に、レギルス配下のレガトゥスの一人として、ルキウスが、ローマシリア戦争に参加した記録が残っているが、スカウルスの成果は裕福ではなかった。生活を維持するため、父は、炭の業者となった。スカウルスは、政務官を目指すか、両外省として、生計を立てるか迷ったが、 弁絶に優れていたため政治家を目指した。スカウルスは、紀元前123年に、人技官に就任したと考えられている。クルススホノルムの出発点として、彼はまずヒスパニアで武君を挙げ、オレステスのサルディニア反乱地に圧にも従軍した。おそらく紀元前122年頃に、アエディリス・クルリスとなったが、公の祝祭を開催するよりも、 法の執行に熱心だったという。紀元前119年にはプラエトルに就任したと考えられており、ユグルタの大継承に反対した。スカウルスは紀元前116年の執政官選挙に立候補したがマクシムス・エブルムスに敗れた。紀元前115年、スカウルスはマルクス・カイキリウス・メテルスと共に失政官に選出された。 この時の選挙の対立候補は、プブリウス・ルティリウス・ルフスであったが、落選したルティリウスはスカウルスを増愛で訴えた。スカウルスは無罪を勝ち取り、ルティリウスを称賛して、彼に対し同様の訴訟を起こしたという。この訴訟で彼らが繰り広げた、知恵比べの様子が伝わっている。スカウルスは、ルティリウスの手紙に、AFPR と書かれていることを示し、これは、ラテン語で、 プブリウス・ルティリウスの審議に基づいて取引されたという意味だと主張した。これに対しルティリウスは以前行われ、後に取り戻されただと主張したが、ガイウス・カニウスに否定された。彼は、どちらの主張も信じなかった。ではどういう意味なのかね、とスカウルスが問うと、カニウスは、アイミリウスは、有罪、ルティリウスは、処罰されると答えたという。人気中、プライトル。 プブリウス・デキウスが、スカウルスに対して起立して、敬意を示さなかったため立腹し、彼の服を破りその椅子を叩き壊すと、彼に軽装を裁かせてはならぬと宣言したエピソードも、残っている。スカウルスは倹役のため食事の種類や量を規制する、法を制定している。また、解放奴隷の投票に関する法も提出し、リグリア人やタウリスキ人に勝利して、 外戦式も挙行している。彼の軍旗は非常に厳しく、陣地に野生の果実が生えていても、誰一人をつける者はいなかったという。彼は前115年のケンソルによって、プリンケプスセナトゥスに指名されている。死去するまで幾度も指名され続けたが、これはケンソル経験者でない者がプリンケプスセナトゥスに指名された最初の例で、 この時経験者であったカエピオはおそらく死去していたのではないかと考えられている。紀元前115年頃はユグルタ戦争の準備段階の時期であり、歴史家サルスティウスによればユグルタは元老院に多額の愛炉を送り、自分に有利な決定がなされるよう誘導していたという。その不道徳さを説明するため、サルスティウスはスカウルスの性格について、 次のように記している。一方で、裕福さよりも、正義と公正が重要と考える、少数の人々は、アドヘルバルに援助を与え非エンプサル殺害について、厳しく追求すべきだとした。その中でも、アエミリウススカウルスは、目立っており、エネルギーと、権力欲と、名声欲にあふれた貴族であり、自らの過ちを隠す賢さを持っていた。王が賄賂を送ったとき、 スカウルスは、これが露見すれば一般民衆の不意外を引き起こすだろうと考え、習慣的な土に奥さを抑制した。サルスティウス、ユグルタ戦争、i 15アドヘルバルのシアウグストミュラーの描く、ユグルタ、リオデジャネイロの国立美術館収蔵期限前112年、アドヘルバルは、ユグルタを、キルタ近郊で迎え撃ったが、野衆を受け敗北、キルタに逃げ込んだ、アドヘルバルを、 ユグルタが包囲した。これを知ったローマは、ユグルタに死者を送り説明を求めたが、ユグルタは、アドヘルバルに命を狙われたと嘘吹き正当性を、主張、ローマへ説明しに行くことを約束すると死者は帰国した。死者がいなくなるとユグルタは、さらに包囲を強め、窮地に陥った。アドヘルバルは、ローマへ密使を送り助けを求めた。アドヘルバルの救援要請に対し、 軍を出すべきとの意見もあったが、ユグルタの鼻薬が効いており実現にしなかった。しかし前回より、地位の高い人々で構成された、施設団の派遣が決定され、スカウルスらが選ばれた。施設団は、大急ぎで、北アフリカへ渡り、ユグルタへ出頭を命じた。ユグルタはスカウルスを怒らせることを恐れ、包囲を解くことなく出頭したが、 施設団は、威嚇だけして帰国してしまった。カルタに滞在していたイタリア出身の事業家たちは、自分たちは、ローマの意向で害されることはないだろうと楽観しし、アドヘルバルを降伏させ、アドヘルバルは、ユグルタに殺害された。ベスティア出兵これを受け、翌紀元前に111年、ユグルタ派の引き伸ばし工作はあったものの、ヌミディア担当となった、失勢官、ベスティアは、 ユグルタの息子らのローマ入りを拒否し、出兵を決定した。彼は、庇護を期待して、スカウルスらモンバツ貴族を、レガトゥスに選ぶと、レギウムからシキリアへ渡り、そこから、ヌミディアに侵攻した。しかし、ユグルタの買収工作は激しく、最大の敵対者であった、スカウルスも陥落した。スカウルスを味方につけたユグルタは、和平の道を探り、 ベスティアやスカウルスと秘密裏に交渉した後偽りの降伏を申し出、群中、コンシリウムでは極わずかな賠償のみで降伏を認めることが決定された。メンミウスの告発この決定に、プレブスの怒りの声が大きくなったが、動揺する元老院をスカウルスが抑えた。収まりのつかないガイウスメンミウスは、あちこちのコンティオでこの偽りの降伏を告発し、 スカウルスらの汚職を証明するため、当時プラエトルであったロンギヌスに、ユグルタを召喚させることが決定された。スカウルスはこのメンミウスの断崖を受けたベスティアの、弁護を行ったが、その時壮列が通りかかった。スカウルスは以前遺言もなく死亡した、ある金持ちの遺産を手に入れたと、非難されており、メンミウスはスカウルスに向かって、見ろ、スカウルス。 死体が通るぞ、あれの遺産も手に入れるのかと挑発したという。ロンギヌスに説得され、哀れみを誘う姿で、ローマへやってきた、ユグルタだったが、怒り狂うプレブスたちは口々に、彼の処刑を言い立てた。しかしユグルタは、五民館の一人を買収し、コンティオでの証言を妨害させた。アルビヌスの敗戦翌紀元前110年、ヌミディア担当執政官 スプリウス・アルビヌスは、マシニッサの孫、マッシュワを、ヌミディアの王位につけようと工作した。ユグルタは、マッシュワを暗殺しようとしたが失敗し、計画が明るみに出たが、のらりくらりと追求を交わし続け、スプリウス・アルビヌスは出兵した。しかし、ユグルタの遅延工作によって決定的な、回戦に至らず、スプリウスは、弟のアウルス・アルビヌスに軍を預けて、 選挙管理のため帰国する。残されたアウルス・アルビヌスは、ユグルタの買収工作によって、大敗を喫し、首気をくぐって、講和を結ぶ屈辱を受けた。サモンコの不祥事にまたもやプレブスの怒りが沸騰し、五民間の一人、ガイウス・マミリウス・リメタヌスは、ユグルタの増収愛を追求する、法案を提出した。この追求に三人のクワイストレスが選出されたが、 この一人に、スカウルスが収まっている。このマミリウス法によって、ベスティアやオピミウス、カトといった、失政官経験者が追放されている。紀元前109年、ドルススと共に、ケンソルに選ばれた。ドルススの祖父は、アイミリウス氏族から、リウイウス氏族に、養子入りしていた。ドルススは、人気中に死去し、ケンソルはカズトが死去した場合、 補充を選出せず、残った一人も辞任する習慣であったが、スカウルスは、五民間に習慣を命じられるまで辞任しようと、しなかったという。スカウルスは、パルマからポーガワまで運河を建設して排水し、ピサからデルトナに至るアイリミアスカウリ街道を建設した。またムルウィウス橋を建設している。スカウルスは、翌年のケンソルによって再度プリンクエプスセナトゥスに、 指名された。紀元前104年、元老院の命令により、オスティアアンティカの穀物供給担当を加えストルであった、サトゥルニヌスと交代した。原因はサトゥルニヌスへの嫌がらせ、または彼自身の怠だと言われている。この年、人技官のアヘノバルブスが死去したが、その時五民官だった同盟の子がこれを継ぐことが、できなかった。腹を立てた、彼は、 父の同僚人議官の一人であるスカウルスを儀式の不備で告発したが無罪となった。またこの年の失政官フィンブリアが任期終了後に告発されたが、スカウルスが弁護して無罪を勝ち取っている。同じ紀元前103年には、アラウシオの戦いで大敗したため五民間、ガイウス・のルバヌスに国家反逆罪で告発されたカエピオの弁護も行っているが、 この裁判は拒否権を行使しようとしたティトゥス・ディディウスら、ゴミンカスら、強制排除されるなど、暴力的で、スカウルスも石で殴られている。翌紀元前102年、ケンソルに就任したカイキリウス・メテルス家の二人によって、プリンクエプス・セナトゥスに再指名された。さらに、紀元前97年、紀元前92年にも、以前訴えられた、アヘノバルブスらに再指名されている。 紀元前91年頃、スカウルスがアシアでレガトゥスを務めていた期間中に政務官による強科強要規制法もしくは国家反逆罪に触れたとして告発された。どちらも収賄の罪でミトリダテス6世からの収賄は国家を裏切る行為とされた。このことから紀元前93年頃アシアに駐在していたのではないかと考えられている。 同盟史戦争、マリウスの軍政改革によって、ローマ市民と同様に兵力を強出していた、同盟国の間に不満が高まり、彼らは反乱を起こした。紀元前90年の五民間、クイントス・ウアリウス、セウェルス・ヒブリダは、この同盟史戦争に拍車をかけた全ての人々を、国家反逆罪に問う、ウアリウス法を通過させた。戦争中も、 この裁判はだけは継続して行われ、コッタが追放された。スカウルスも、被告の一人となったが無罪を勝ち取ったようである。ウアリウスは、ガリア・キサルピナ出身のプレブスであり、この裁判でスカウルスは、新参者のウアリウスと、自分とどちらが信用できるのかと問いかけたエピソードが、残っている。ウアリウスは、翌年、自らの法によって追放された。 最後おそらく紀元前89年にもケンソルであったクラッススのチチプブリウスやカエサルのオジルキウスによってプリンケプスセナトゥスに指名された。この年、最高人議官になっていたアヘノバルブスが死去している。スカウルスはこの年もしくは翌紀元前88年に死去し、公認人議官にスキピオ・アシアゲヌスが就任したと碑文などに記録されている。 キケロの時代に、スカウルスの演説はまだその内容が現存しており、ルキウス・フフィディウスによって3冊の伝記が残されていた。それによればスカウルスは資料深さと自然に滲み出る、信頼感によって、元老院でも、父と尊敬されており、キケロはこの伝記について、クセノポンのキュロスの教育は、優れた作だが、我々の生態や慣習に合うスカウルスのシンプルな、 誠実さには勝てないと評している。彼には、息子がいたが、兵器中に、無断行動を取ったことから感動し、恥辱を感じた息子は自決している。彼の二人目の妻は、当時流星を誇ったプレブス系、カイキリウスメテルス家の、最高人技官ダルマティクスの娘カイキリアメテラ、ダルマティカで、彼女は後に、ルキウスコルネリウススルラの四人目の妻となっている。 この結婚で次の二人の子供が生まれた。ありがとうございます。